Hello and welcome to Work in Progress Japan. I'm Alex, and today I'll be taking you on a deep dive into Japanese culture and society. Today, we're in Gobo, a town in Wakayama Prefecture, about 550 kilometers southwest of Tokyo. We'll be talking to soy sauce maker, artisan, and entrepreneur, Keisuke Nomura. 41-year-old Keisuke Nomura is the 18th generation head of the Mitsubishi soy sauce factory. With over 300 years of history, the Mitsubishi factory is one of the longest-running manual soy sauce production facilities in Japan. こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、まずは醤油メーカーになったきっかけを軽く教えていただけますか。はい。私の今やってる醤油メーカーというのは、醤油メーカーというよりは醤油蔵で、我々その家業で江戸時代からずっと続けてきたものです。で、私も、18歳までこの家で蔵で育ったんですが、そこから東京の大学に行ったり、勤めて働いたりして、で30歳の時に、帰ってきて、自分の仕事として今やってます。18歳で東京に町に出て、で右も左も本当にわからない中で、僕は商社マンになりたいと思ったんですね。で、社会人商社に入って、でそこで10年ですね、ものすごく忙しい毎日を過ごしました。はい。醤油メーカーになったきっかけっていうのはいろいろあるんですけども、自分で人生一回きりだから、自分のやりたいことというか自分しかできないことをやりたいという、そういうのが20代後半の方で強くなってきて、で自分しかできないことってあれよくよく考えてみると醤油屋でなかなかない人生エキサイティングな人生だなっていうことで、その人生を選びました。It's 10 p.m. and Keisuke is about to start his evening preparations. Let's go see what he's doing. The soy sauce maker's job is not your typical day job. Some tasks have to be done overnight, which is why Keisuke invited us to start by observing his evening preparation. ここから何をしますか？今晩一晩で大豆を炊きます。で、明日から仕込み、明日の朝から仕込みをしたいので、今晩かけて、大豆を炊くと。なるほど。はい。大体10時ぐらいからスタートして、朝の1時ぐらいまでこう作業して。長いですね。なんか待ちながら何をするんですか？火のこう燃え方を見て、で中身もチェックしながら。これで、30分ぐらいは燃えてるので、また30分後ここに来て、この中をチェックしながらっていう形です。なるほど。世の中のそのものづく、あの製造工程でいうと、大豆を蒸しするのも、ボイラーみたいなので一気に、時間をかけてっていうのが、主流なんですが、我々はその古来のやり方ということで、全量この薪炊きでの煮蒸しを行っていると。毎回毎回大豆のその状態が違う、水の吸い方も違いますし、火の入り方も違う。だからボイラーでやっても本当は実は均一に入ってないんですよね、火は。はい。なのでその状態、物性を見ながら、人間の目で見ながら、薪の力で調整していくっていう、そういうことをやってます。もう全然違うんですよね、やっぱり。同じ麹でも、同じ大豆でも、同じ小麦でも、もうこれ2日目の夜ですけど、全然違ってきちゃうんですね。だからこれを均一に麹を育てていくっていうのは、すごく難しいことですけど、やっぱりやりがいのある楽しい仕事ですよね。ちなみに何が楽しいですか？やっぱりその均一でないこと。今の生活の中で、違うっていうことが当たり前っていう局面に触れるっていうことはなかなかなくて、
もう生き物とこう育って生き物とこう一緒に暮らしてるんだなって、そういう、こう感覚がすごくある。 Dealing with changing conditions sounds very difficult, but it's this precision work that makes this traditional work style so fascinating. So Keisuke is going to keep going with his preparation until about 1 in the morning, but we don't want to disturb him further and we have to get up really early tomorrow morning for the next steps. So we're going to head back to the hotel now. It's 7 a.m., which is way earlier than I usually wake up, but it's when Keisuke starts his day, so let's go see what he's doing. From 7 to 8:30 a.m., Keisuke does as much morning preparation as he can by himself. Then, from 8:30 to noon, the other members of his team arrive and assist him with whatever needs to be done.煮蒸しした豆を、ちょっとザルで水分を取ってる、はい。まあ、これから朝仕込みするんですけど、その時にベチャベチャではダメなんで、この水分をちょっとしっかりと、中の水のこの含んだ部分っていうのはそんな蒸らされてないから、ただ煮られてるだけだから、豆の色とかも全然違うっていう。上の方がちょっと茶色がかっていて、ちょっとまだらになってるでしょ、色が。これは下はこれ真っ白な色をしてるんだけど、この上だとこういうちょっと焦げついたような黒い色になってる。まあ人間みたいなものかもしれない。同じに見えて人それぞれ違うみたいな。で、基本的に僕らのもののポリシーっていうのは、食べて美味しいものを原料にするっていうことを、まあ当たり前のことなんだけど、そこをやってるので、煮豆をちゃんと炊けないと、美味しく炊けないと美味しい醤油できないだろうっていう。うん、ちょうどいいですね。やっぱり。うん。日本の食っていうのは世界に誇るって言ってる。で、その最たる例の醤油っていうのはこの大豆から生み出されてると。だからやっぱりその醤油屋は大豆のことを誰よりも知らなければいけないし、その大切さをなんか皆さんにこう伝えたいっていうのはすごくある。大豆は油は人間が食べて、うん、でそのカス、ソイミール、ソイビンミールっていうものは、うん、鶏豚牛の餌になると、はい、僕はソイビンミールの輸出入もしていたんで、はい、よくその辺は分かっていて、うんうんうん、その絞った後のカスがいっぱい余っちゃうんですよ、実は。鶏豚牛の量が増えないでしょう。そのカスをどうするのかっていうところで、まあ結構余ってきたと、うん、でそこからこの余ったカスで餌用じゃなくて食品ができないのかって言って、うん、今8割の脱脂加工大豆と呼ばれているものがまさにそれだけど、もともとの原料の大豆ではないそのカスから作った醤油っていうのが、まあ、全体の8割になっていると。別にそれが悪いわけじゃないけど、当然、安価だし、当然もともとのその大豆の味はしない。うん、代わりのいない仕事っていうのを、まあ、人生、あの人がいないとこの世の中ダメだったよねみたいなことを言われるような人生を歩みたいっていうのがあって。何のためにこれをやってるのかっていうのが、お金のためなのか何なのかっていう、今はちょっとお金偏重主義になってるかなって人間が思うんですよね。うん、だから確かにお金のためにやるなら大量に作って安価でマーケットに進出してやっていくっていうのは、まあ自明の論理ですけど、お金だけじゃないものがあって、僕らじゃないものの方が大きい。これは日本の醤油業界の中でもこういったものが残ってないし、だからこそ自分しかできないエキサイティングな人生が歩めると思ってるから、だから最低限の家族の営みとか蔵人の営みができるお金は必要なんだけど、それ以上のことを別に求めてないから、あのこの成り立ちで全然いけるんだなっていうふうに思ってます。
午前の作業はどうでした？これで一通り終わりです。あ、はい、いいですね。ここから何しますか？ここからちょっと僕シャワーを浴びて、はい、着替えますので。なるほど。そこから午後の、はい、じゃあまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Keisuke has just spent a long morning doing manual work at the factory. Now, he's ready to change into a different outfit and prepare for his afternoon of desk work. よろしくお願いします。これはクラウドシップといって、まあ、我々 そのクラ自体を立体スキャンして皆様に見ていただくっていうシステムを、まあ5月を目標にリリースしようとしてるんですけれども、その紹介ムービーのアテレコをしようということで、はい、このコロナの状況になってクラに直接足を運んでいただいて僕が説明するってことがなかなか難しくなってきたし、まあ、今後も難しいと思うんですね。ただ、まあ、日本に限らずどの世界の人たちにも、まあ、日本の醤油作りっていうのはもともとこういう作りでやってるっていうことの、まあ、香りだったりこう雰囲気っていうものが少しでも伝わればいいなということで、まあ、クラウドだから全世界からつながる一つの船みたいなものをクラウドシップという名前にしてます。なるほど、はい、そうですね、まあ、やってることはね午前中見ていただいた通りすごく徹底的にアナログで、うん、だけど伝え方は徹底的にデジタルでっていうのが、まあ、僕の信条でもあるので、うんうん、まあ、そういう思いでやってます。アナログの部分っていうのは手で経験して数を重ねる、うん、まあ、頭で考える、手を動かして体を動かすというのをテーマにしてるんですけど、午後の作業っていうのは脳を動かす、手ではなくて脳を動かす。一般の方々とか全くこういうことに興味のない方々が何かこう映像だったり文章だったりそういったものに触れた時にこう心に響く一言とか一瞬ってあると思うんですよね、うん、でそういったところって自分がアナログでやってるところのどの瞬間なのかなって、そういうのをこう自分でこう探すっていうんですか。なるほど、はい、クラの仕事でもなんかすごい現時代に合わせなきゃいけないですね。そうですね、合わせるというより戻ってる感覚があって、というのはここに通い瓶という瓶があって、これ電話番号63番って書いてあります。でこれは昭和の一桁台ぐらいまで日本っていうのはこれ通い瓶って通う瓶って書いて、ここに醤油を詰めて、アレックスさんが醤油がなくなったらお便りいただいて、で僕がこれを2つ担いで運んでいくと、そしたらアレックスさんの家には空のこれが2つあって殻を回収してきて運んでいくっていうようなことを、まあ醤油屋に限らず醸造業っていうのはまあやってきたわけですよね。つまりは対面販売なんですよ。でそれが人に預けて販売してというところからどん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 物が溢れていって、まあ、知らないうちに自分の作ったものが知らないところでどこにどう売られてるかわからないっていう状況になったりとかしていると、うん、でただ、まあ、見ていた通りのクラフトなものづくりなので物の量は限られていて、僕らも大切に使ったものを顔の見える方々に買っていただきたいとか、そのお客様との距離を近くしたいっていう思いがすごくあって、まあ、そういう意味ではクラウドとか今の時代のデジタルっていうのはすごく融合すれば昔の形に戻って、うん、その安心してお互いが物を食べたり買っていただけたりとか、まあ、するような時代になるんじゃないかなと思います。 We'll be riding on the Kishu Tetsudo, a charming old railway that connects Gobo Station to some tiny countryside stations in just 8 minutes。 じゃあここからどこ行きますか？これから友達の土産物屋に電車に乗っていきます。なるほど。彼もお父様からずっとやられていて、で 僕の父も知っていて、でそこからなんですけど、まあ、だから自然な流れで「まるちゃんおいで」って言って、はい、大切に販売していただいてるっていう。もともともうこの店ができてそうですね80年ぐらい経つんで、まあ、ずっとね何ていうんですかね、お土産扱ってるような形なんで、もともとあった業者さんと、まあ、私たちも付き合いさせてもらってて、で、まあ、新規で、ね、新しくっていう方も結構いらっしゃる感じですかね。私たちもまあ今コロナの影響で来店のお客様っていうのが正直ほとんどいてない状態なんで、やっぱそのふるさと納税のネットを通したり、他 の, そのまあ楽天さんとかアマゾンさんのショッピングのモールを通じてまあ販売させていただいているケースが多くなってますね。
It's great to hear that the people living out here are taking advantage of digital tools. After buying ourselves some souvenirs, we headed back to the factory. の一日お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでした？今日は。まあいつも通りの一日ですよね。はい。ちょっと変な質問かもしれないんですけど、飽きないですか？あ、もう全然飽きないです。あの毎日エキサイティングで、あの違うものと思って感じてやってます。同じことをやってるように皆さん見えるかもしれないんですけど、僕自身は毎回毎回違うことに対する対応っていうのが自分がどこまでできるのかっていうところの挑戦なので、飽きるという感覚はまずないですね、はい、田舎の生活、お盆の生活というのは、まあ、時間はありふれているし、まあそのまあ、プレッシャーがそれほどあるわけじゃない中で、まあ、自分でクリエイティブに考えてこういうものを作りたいなとか、こういうふうにした方がいいんじゃないかなっていう、その余白の時間みたいなものがすごく楽しいなって感じます、いいですね。やっぱりなんか東京の生活で飽きちゃって田舎にちょっと住んでみたいけど、やっぱお金のことが不安とかの方 に対するアドバイスとかってありますか？そうですね、まあ、尺度がお金だけではないです。特に、まあ、都会にいるとやっぱりお金って最も重要だと思う、まあ、生活するにおいてはそのどこにいても重要なんですけど、やっぱりその物価も全然違いますし、何よりその時間的なゆとりとかも違うで、まあ、僕は食べる仕事をしているので思うんですけど、食べ物って食べたら別に何も残らないっちゃ残らないんですよ。ですよね。だけど心が豊かになったとか、あの時ああ美味しかったっていう、まあ、心のマイレージみたいなものはたまると僕は思っていて、なんかそういう豊かさが地方にはすごくいっぱいある。うん、ちょっとほっこりした出来事みたいなことが毎日起こると、ああよかったなっていうふうに思うので、お金だけじゃない何か豊かさ、心のマイレージみたいなものは地方にはあると思います。じゃあ今日は、はい、聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。すごい勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。In an age where most of our food is made with as little human contact as possible, it's easy to see why Keisuke derives pride and purpose from making his own products with his own two hands. Here in this factory, each bean is treated as its own living organism, which is what gives Keisuke's soy sauce its own distinctive and delicious flavor. I'm definitely looking forward to bringing some home with me. That's it for us today. Thank you so much for watching Work in Progress Japan, and we'll see you next time. Thank you so much for watching this episode of Work in Progress Japan. If you liked the episode, please hit the like button. And if you want to see more content like this, hit the subscribe button down below. You can also leave any feedback in the comments and check out our other content in the links in the description. See you next time.